クラトン。クラトンは、大陸近くのうち、カンブリア期以前に安定化した部分を指す。安定陸海、安定地海、豪海とも呼ばれる。縦上地、プラットフォーム、卓上地と、ほぼ一致し、作り山体、可体に対立する概念である。代表例としては、カナダ縦上地を包含する北アメリカクラトン、インド縦上地、東ヨーロッパクラトン。 東南極クラトンなどがある。これらは、最低でも、過去5億年、大陸の合体や超大陸の分離、ウィルソンサイクルの影響をほとんど受けなかった、大陸近くの古い安定な部分であり、中には30億年以上存在してきたものもある。地表の侵食が進み、大地や純平原、構造平野などを形成している。クラトンは、通常は、大陸の内部で見つかる。 特徴として、花崗岩などの軽量の傾聴室の日なり岩からなる、古代の結晶室基板岩の近くからできている。これらは、厚い近くと、マントルの中、200km の深さまで及ぶね、カブリソスフェアを持っている。クラトンという用語は、安定な大陸の内陸部分を、沈み込み体などに伴って形成される、体上の堆積物がなす、地高射性トラフ、つまり、 不可体などから区別するのに使われる。散在する各大陸の中央クラトンは縦上地とプラットフォーム及び結晶室基板岩とほぼ一致する。縦上地はクラトンの一部であり、通常は先幹部に時代の岩盤が地表に散発的に露出している場所である。これに対してプラットフォームは基板岩が水平、またはほぼ水平な堆積物の層によって覆われた。 ものである。クラトンという用語は、ドイツ人地質学者エル・コーバーにより、1921年に安定な大陸の大地、陸海クラタジェンとして導入された。また同時に、オロゲンガ山あるいは、作り山体を指す用語として導入された。広大の著作者たちが、前者をクラトンと縮め、これがさらに、クラトンとなった。核クラトンは、 地質学的にさらに細かい地質学的区域に分割される。各地質学的区域は共通する地質学的な属性に基づいて空間的に仕切られた単体、エンティティである。各区域は構造盆地や集極体などの単一の支配的な構造要素のみを含む場合も、いくつかの連続した構造要素を含む場合もある。隣接する区域同士は、 同様の構造を持つ場合であっても、異なる形成履歴を持てば、別のものとみなされる場合もある。地質学的区域は、論理の文脈や背景によって、いくつかの異なる意味を持つ。大陸クラトンは、マントルの中まで達する深い根、カブリソスフェアを持っている。マントルの地震波トモグラフィーによる解析では、クラトンがリソスフェアに相当する、異常に冷たいマントルの上に乗っており、 このリソースフェアは約 100km の厚さを持つ十分古い海洋性リソースフェアあるいはヒクラトン製大陸リソースフェアの2倍以上の厚さを持つことを示している。従って最深部ではいくつかのクラトンはアセノスフェアに怒り気しているのではないかとの論議がある。マントルの根は科学的に区別されなければならない。なぜならクラトンは中立または 性の浮力を持つはずであり、地熱反応による体積減少に伴う密度増加を相殺する程度に、本来の密度は低いことが要求されるからである。マントルの根の岩石サンプルは観卵岩を含んでおり、これらはキンバーライトパイプと呼ばれるダイヤモンドを地下から地表に運び上げる火山活動性のパイプの内容物として地表に運び上げられる。 これらの内容物は、クラトンの成分と矛盾しない密度を持ち、高温で部分誘拐を起こしたマントルの溶け残り成分から構成されている。寒卵岩の段階は、部分誘拐で編成したマントル岩石の一部分であり、深部の構成成分とクラトンの起源を理解する上で重要である。斜方奇跡寒卵岩は、寒卵岩の一種であり、玄武岩や小町アイトなどから、 有界成分を取り除いた結晶質の残子である。アルプス型寒暖岩は最上部マントルのスラブ、多くは海洋リソスフェアを起源に持ち、やはり部分有界成分が抽出された残砂であるが、事後的に海洋近くとともに、氷上断層に沿ってアルプス山脈まで押し上げられたものである。エクロジャイトと呼ばれる寒暖岩に付随する一群の内容物は、成分的には、 海洋近くに対応する岩石から構成されるが、深いマントル中の環境で変成作用を受けたものである。同位元素、アイソトープによる研究は、多数のエクロジャイトの内容物は、古代の海洋近くが数十億年前に、キンバーライトのダイヤモンド領域にあたる 150km 以上の深さに沈み込んだものであることを明らかにした。これらは、 深部で発生したマグマ噴出活動によって地表に運ばれるまで、浮遊状態のプレートの中に固定されたままであった。寒暖岩とエクロジャイトからなる内容物が同時期に形成されたのであれば、寒暖岩も数十億年前に海底を拡張した海嶺化、あるいは海洋近くの沈み込みの影響を受けたマントルに源があることになる。地球は、その形成後の初期の年代において、 今よりも高温であり、海底を拡張する海嶺では、現在より大量の誘拐が発生し、厚い近く2 0トルをはるかに超える厚さを持った海洋リソスフェアを生み出し、その分マントルの厚さは減災された。したがって、クラトン由来のマントルの根は、浮力を持ったまま沈み込んだ海洋リソスフェアから構成されていると考えられる。これらの深部のマントルの根は、クラトンの安定性。 怒り記事から存在の持続性を増大させ、プレート相互の衝突によるプレートの飛行化や堆積物の沈み込みに伴う破壊に対するクラトンの感受性を大幅に低下させる働きを持つ。初期の岩石からクラトンが形成されたプロセスはクラトン化、クラトナゼーションと呼ばれている。クラトン製の陸海は太古代に形成された。太古代初期においては 地球内部からの熱フローは現在の3倍近くあった。これは放射性同位元素の濃度が高かったことと地球の膠着形成、アッコリション時の残熱が原因である。その頃のプレート運動及び火山性活動は現在より相当活発であり、マントルは現在よりも相当流動性が大きく、地殻はもっと薄かった。これは海霊とホットスポットにおける 海洋近くの急速な形成および沈み込み帯における海洋近くの急速なリサイクリングの原因となった。地球の表面はおそらく小さな多数のプレートに分断され、これに伴う火山島や古城列島が大量に存在した。地殻性の岩石がホットスポットで誘拐と凝固を繰り返し、また沈み込み帯でリサイクルを繰り返すうちにいくつかの資源大陸、 つまりクラトンが形成された。太古大初期においては大きな大陸は存在しなかった。おそらく中部と古代メイソハーキアにおいては高頻度の地殻変動がより大きなユニットへの合体化を妨げたため小さな資源大陸が普通であったろう。これらの軽状質の資源大陸クラトンはホットスポットで様々な材料、軽状質岩を溶かし込んだ苦鉄質。 マフィックのマグマ、部分誘拐した、区鉄質岩、変成作用を受けた軽腸質岩の堆積物、などから形成されたであろう。最初のいくつかの大陸が、大古代に形成されたにもかかわらず、この時代の岩石は、現在の世界のクラトンの7%を構成するに、過ぎない。過去の形成物の侵食や破壊を勘案しても、現在の大陸近くのうち、 太鼓台に形成されたのは、わずか5から40%程度に過ぎないことが、証拠から示唆される、スタンデー、1999. 太古台に、クラトン化のプロセスが、最初どのようにして始まったかについての、一つの全身的外観が、ハミルトンによって与えられている、ハミルトン、1999. 大部分が、海底にあった、非常に厚い鉄室の岩盤の部分、 その下のチョーク鉄質岩盤、火星岩の岩盤、そして最も若い、傾聴室のひなりおよび体積岩は、部分誘拐によって流動性となった、地殻下部に駆動され上昇する、複数のドーム状の傾聴室のバソリス、定番の間で圧縮されて、複雑な校舎を形成する。地殻上部の加工岩とグリーンストーンの岩体は、ドーム状集局を伴う成分の添加を受けながら、 穏やかな空間的な収縮を経て、近く下部から切り離されるが、この後に、すぐに、クラトン化が続く。東南岩性の基盤岩が、いくつかのグリーンストーンの区域のもとに保存されているが、基盤岩直上の堆積岩、サプラクラストルロックは、ほとんどの場合、若い貫乳岩にとって変わられる。マントルプルームはおそらくまだ存在せず、発達途上の大陸は、 より冷えた地域に集められていった。暑い地域の上部マントルは部分的に誘拐しており、大部分がチョーク鉄質の大量のマグマが、地殻の最も薄い部分に一時的に集中的にできた海底の稼働や裂け目を通じて噴出した。現在まで生き残っている太古代の地殻は、より冷えたマントルがより非活動的な地域でできた。そこでは、より大きな安定性が、 部分的に誘拐した密度の低い軽調質岩が通常はありえないほど厚い火山性の集積物を形成することを許した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。